現状です。山田はどんなに危険があるかも怒ってんの今。チーズバーガーのことを考えると笑っちゃおら。違うじゃん、あんた本当にめんどくさくて嫌なやつでさ、意地悪ばっか言ってくんじゃん。違うよ、これは検証のために検証とか言ってさ、本当は心が優しいから本当は思ってないよって言って思ってること言うタイプの人間、一番嫌い。本当言ってないよ、一番嫌い。でもどうなんでしょう、5分後にチーズバーガーほらチーズバーガー攻撃え大丈夫またトイレットペーパー持ってきたの、店の。店のトイレットペーパー盗んできたの。最近鼻出るからさ。鼻出んのあんた。鼻出るじゃん。うんちゃん、うんち。うんちゃん出んの、あ、うんちゃん喜んじゃうね。アイドルだから。うんち食べ物だから。もうニコニコ話題が出たら。楽しくなっちゃって、もうニコニコなっちゃった。うんちじゃないっちょ。あんたのことが嫌いだから。うんちじゃないっちょ、あんた。食べ物がまずくなる魔法の言葉。うんち。うんちじゃないっちょ。メステロディー寒くて下やげになっちゃった、うん、あ、これはチーズバーガーチーズバーガー、返してよ。チンコにつけます。きしょ、お前それきしょ、きしょすぎ、バルタほらもうテンションが下がりませんね。もうチーズバーガーがあるとこの人ははい、チーズバーガーボーイはい、じゃあご飯食べようぜ。これうまくない？はい、これがおにぎりを食べている時の顔です。うざい。これぐらいですね。おいしいぐらい。あ、うざいって。ご飯の時。テンションが下がった。ピュン。ご飯の時。山田の娘はテンション下がった。ピュン。これぐらいのテンションですね。はい。食べ終わってやる次のおにぎり食べてます。強要ゼロ。賢さが30下がった。ピュン。これはうますぎるからちょっとこうって。はい、その関係ない。関係ない。関係ない、はい、見てください皆さん、これが山田のテンションです。チーズバーガー食べた時はすごく上がります。これは俺のご飯。あ、今こういうテンションで食べてますね。うん、マサ息子、スモレタ、スモレタ娘あんた、うん、うまいうまいうまい。教養な、おにぎり手で使わせて食べてる人いるよ、ここに。崩れちゃったの。教養な、手でおにぎり食べるチャンネルになっちゃったよ、これ。おにぎりは手で食べるでしょ。このわしづかみにさ、あんたゴリラじゃないの、もしかしたら。野生児、野生児。ゲームな！うまいよ。え、なんつった？ん？梅と虫とひじき。虫。これめっちゃうまいよ。虫？虫食うやで。何、梅と虫とひじきって。え、そのこと言ってませんけど。やったから回したの。梅と鳥とひじき、これめっちゃうまいよ、新商品。あ、これもめっちゃうまいよ。これはね、うまいね、元から分かってんじゃん、うん、ちょっと食ってみ。いらない、いりません。細菌がうつる。なかなかチーズバーガー行きませんね、あんたね。なんかもうしつこい男だね。まだチーズバーガー行かないみたいね。これデザートだもん。うま娘。コサ息子。コサ息子。あのさ、動画の方針的にさ、やっぱり取り返すみたいにいらないから。なんかやり返すみたいな感じになってるけど、別に。ん？あんたはチーズバーガー検証だから、今。うまい、これ。これはまずい。あ、まずい？なんで笑ってんのじゃ。うちに入れば何でもいいんだ。サラダチキン食べてみて。うん、これ。これ。え、手で食べるの？手でサラダチキンが食べるわけいないよ。これ何？サラダチキンなの？消しゴム。これさ、まずすぎてさ、宇宙食だよね。言ってないよ。ぶりっ子のくだりです。はい。なんか開けられない私を取って出てきました。言ってない。開けてって言ったの。開けてあげるよ。画角じゃないじゃん、もう。ありがとう。あんた、ありがとうも言えないんだね。言ったよ、ありがとう。ついに泣きましたね。ん、食べます。なんでただチーズバーガー食べるだけで取ってんだよ。あれ、洗わない、あれ食べてんのに。あー、笑った、美味しくないですね。美味しくないの？あんたチーズバーガー本当好きだよね。
あ、笑ってるね。あ、笑ってる。じゃあ、比較したら分かると思うけど、多分さっきよりは笑ってる。検証結果、山田はチーズバーガーを食べるとニコニコするでした。あ、ケチは。では、今後もね、なんかチーズバーガー買った時は、これを検証していきたいと思います。よし。バイバイ。なんか。